テンプレート、表記揺れ案内ユーリー・ビクトロビチ・ベレシコは、ロシアの男子バレーボール選手。コムソモリスクナームーレ出身。ポジションは、ウィングスパイカー。元ロシア代表。2001年、ロシアスーパーリーグのネフチャニック・ヤロスラブリへ入団。ジュニア代表として2003年ジュニア世界選手権に出場するもメダルを獲得できず5位に終わる。 翌年、ネフチャニク・カラディナもモスクワへ移籍した。2005年に、ロシア代表のウィング・スパイカーに選出され、同年6月25日の欧州リーグ・フィンランド戦で代表デビュー。2007年ワールドリーグ、欧州選手権の準優勝に貢献するとともに、それぞれベスト・スパイカー賞を受賞。ワールドカップで銀メダルを獲得し、2008年北京オリンピックでは銅メダルを獲得した。 2007から2008シーズンからキャプテンを務めたディナも、モスクワでは2度のリーグ優勝とカップ優勝の2冠に貢献し、2009年にスーパーカップに連覇を達成。セブチャンピオンズリーグファイナル4には2回進出した。2010年5月、イタリアセリエ A のモデナとの2年契約に合意し移籍。ありがとうございます。